しいボイスヨガですね、ボイストレーニングですね。なんかね、声を出すとワクワクしてきますね。ポッポッポッって、このワクワクっていうね、楽しいな、嬉しいなっていうのはですね、体にとてもいいのがあるんですよ。ナチュラルキラー細胞が出てきますね。ポッ、ナチュラルキラー細胞、体をガンとつけてくれる細胞って言われてますね。ポッ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 、はい、ではですね、どうですか、シンプルな動きばかりですけど、体がスッキリしてきたと思いますね。はい、回しまーす。ぐにゃぐにゃぐにゃ、ほっ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 、はい、少しぐーっと伸びて、よし、お腹で支えてください。ぐにゃって沈むというか、上にぐーっと引っ張りますね。そして、体を使ってツイスト、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 はい、バタ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 持ち上げたり下げたりしますね。肩周りも気持ちいいです。はい、そしてよいしょと、正座が意外としやすくなっていると思うんですけども、正座がちょっと低いって方、他の座り方でお願いします。そして肩と背中です。さあ、骨盤と股関節にいいんですが、持ち上げます。もうちょっと持ち上げるんでしたら、うわーと持ち上げます。そしてこの形で寝れたら寝ますけども、この形のきつい人はですね、足を伸ばしてください。伸ばして片足してください。はい、ぐるぐるマッサージ引き締め、ぐるぐるマッサージ引き締め、ぐるぐるマッサージ引き締め、はい、そして足を伸ばします。はい、そしてぐる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 マッサージ引き締め、ぐるぐるマッサージ引き締め、両足を立てて骨盤の調整にもなるんですが、向こうに引っ張られている感じ。そして、もしチャレンジしてもいいなという方は、ブルブルッチー。はい、ブルブルマッサージ引き締め、ブルブルマッサージ引き締め、ブルブルマッサージ引き締め、持ち上げれたら、このまま抱えてもいいですけど、持ち上げれたら、持ち上げてみましょう。上に引っ張らせていくような感じですよ。はい、ブル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 。はい、背骨をちょっとずつ下ろしていただいたら、お腹頑張って、はい、1、2、はい、3、はい、頑張りましょう、4、はい、5、はい、6、はい、7、はい、8、はい、9、はい、そして、ツイスト、1、2、3、4、5、6、7、8、引き締まりません、9、10、押して横になって、ふわっ、ふわっ、ふわっ、このまま起き上がってみますよ。はい、ちょっと反対にしてみますよ。はい、ほっ、ほっ、ほっ、はい、伸び伸び、ほっ、はい、そしてですね、皆さん、ここで、親指と人差しの間、人差し指と中指の間、ジェルフレーズです。中指と薬指の間、指の間を伸びます。そしてこの指と指の延長上を触ってください。足がすっきりして軽くなっていきます。意外とこの甲側で硬くなってるんですよ。擦りやすくなりますのでね、裏側と甲側で両方をちょっと触って、気持ちいいなってところを触って、そして足首を動かしましょう。はい、足、アキレス腱のところですね、触ってちょっと足を動かします。そしてここのくるぶしのところから1、2、3、3つ目をってくるところがあるんですけど、3人法というところですね。じわ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 、はい、ちょっと真ん中ぐらいまでで、じわじわじわ、セルフレッグダンスを入れてます。はい、横1、2、3、4、5で、もう一回ですね。じゃん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 、はい、お尻の方、大連筋の筋肉、はい、大体筋膜張筋、はい、そしてこの膝裏ですね、膝つが的にもつめ、両サイドがすり張って間へこんでますね。ここに手をちょっと当ててます。またはですね、ブランブラン、座ってるのがやりにくい場合は転がってやればいいですよね。はい、ふくらはぎ、ブロ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 、はい、ふぐ、はい、お、お、あ、触ったかな、ほら、細く長くなってるでしょうね。かそしてですね、当てますね。はい、ここが伸びてますね、キューって感じなんですけれども、ここを伸ばすような形にしてるんですね。そしてグーッと、はい、
ちら側に貼る絞るって感じ。はい、ではですね、このままこの足を横にして、こちら足ポン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 、ブラブラブラ、ポン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 、ピクッと伸びたら、ちょっと通じてば体がピクッ、そして手を上に引っ張られてる、足と足の方に引っ張られてる、たくさん倒れるというよりは、引っ張られてるって感じでいきます。はい。おーおおおおおお、はい、そしてうわーもう一回うわー反対にしましょう。はい、そしてポンポンポンブルブルブルポンポンポンブルブルブル、はい、引っ張られてる引っ張られてるって感じにして、うわー伸び伸び、足は足でこう引っ張られてるイメージです。そして手をこう引っ張られてるっていう感じ。はい、じわー。はい、そしてこちら足はどのような形でもいいんですけれども、はい、親指と人差し指の間です。はい、人差し指と中指の間、中指と薬指の間、薬指と小指の間、はい、そしてこの指と指の間を変わっていきます。指と指で出す、手指で出す、両回で止まってます。動いて、こういうつぼ押しなども入れてますから、倍増、効果倍増。で、くるぶし、1、2、3、打ってくるところ、タイミングというところですね。はい、ここも、1、2、3、女性にいつもキック入れてるところ。はい、じゃあ、くるぶしのところから、1、2、3、3つで打ってきますね。いやー、足がですね、軽くなっていきますよ。はい、お尻の横、大円筋。はい、ここ。大腿筋膜張筋群ってね、硬い筋肉なんですけども、はい、そして横です。くるぶしから1、2、3、ここも3つで打ってくると思うんですけどもね、もう一回お、骨の際を触ります。はい、アキレス腱触ります。ぐるぐる、はい、ふくらはぎぐるぐる、そしてこの膝裏両サイドがすり張っていて間がへこんでますね、まるでトリーニングのトリーニングのね、手羽先みたいなイメージですね。はい、どうでしょうか。そして、かけますが、一回ちょっと座り直して、手だ。はい、で、ここも、どうせなら伸ばす形で、はい、ぎゅーっ、絞る感じです。あ、どうでしょう。さあ、そして、この形、親指を掴んで、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ちょっと引き寄せていく。この形でもいいですけど、よかったら、持ちましょう。ほっ、ほっ、皆さん、いかがでしたでしょうか。このまま持ち上げてますね。はい、そして、はっ、ぐにゃぐにゃ。はい、足首とかかとの粘土をよくします。よいしょ。うわ、どうですか。実は足が引き締まってますけど、しっかり立てるって感じですね。ほっ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 。はぁ、ということで、皆さん、いかがでしたでしょうか。今日もありがとうございます。一緒に、ワクワクさせていただきました。この後もハッピーでありますように。